具体的に格差のところもう一つお聞きしたいんですけど、うん、格差っていうところで言うと世界で見た時に、うん、南アフリカの貧困の格差ってどれぐらいなんですか？いろいろ測り方あるんですけど、うんうん、まあ、でも世界一って言われてるんですよ。そうなんですね、うん、世界一の、グループに入るっていう、隣のナミビアとかボツワナもすごく格差が大きいんですけど、そうなんだ。ジニ係数っていうのがあるんですね、はい、ジニ係数、うん、ジニ係数っていうのは少ない順に所得をこう並べていって積み上げていくっていうと、曲線ができますよね、うんうん、それと、完全に全ての人が同じ収入を得ていたとしたら斜め45度の線ができるんですよね、その線とこの積み上げてできた実際の曲線の間の値っていうのを出すとジニ係数っていうのが出てくるんですよ。面白い。で、完全に平等だったらジニ係数0、ね、そうですね。で、広がると1になるんですよ、はいはいはい、0から1の間でどれぐらい大きいかっていうのを調べるっていうのが一つの貧困とか格差の時に指標になるんですけど、日本だと 0.3、0.4 ぐらい、広がったとか言われてて 0.3 ぐらいかな、3とかだったんですね。で、なるほど。アメリカとかがすごく格差あるって言われるじゃないですか、が 0.4、0.5 いかないかなぐらいっていうのをベースで見てもらいたいんですけど、南アフリカは 0.6、なるほど、もう信じらんない。いや、すごいですね。まあ、一人当たり、世帯当たりですか？世帯か、いろんな取り方あって、で、国によっても出してたり出してなかったりっていうのがあるから、いろんなところの推計値見てみないと分かんないんですけど、どれを取ってもいずれにしろ分かんない、南アフリカは世界で一番格差のある国。なるほど、だから貧困と言われてる世帯と、あと裕福っていう世帯がもう格差ありすぎて、曲線になっちゃってるんですよね、曲線で すごいことになってると思いますよね、今話してなかったところだと黒人同士の格差っていうのも今どんどん広がっちゃっているから。そうなんですね、それも含めて今どんどんこの貧しい人々たちの不満っていうのは鬱積しているっていう感じですかね、これちなみになんですけど、黒人同士の格差っていうのはどういうふうに広がっていくんですか？もともとリテラシーが高い人たちがどんどん収入が得られるような環境になっているという、一つはそれですね、例えば、70年代ぐらいからちょっとずつ大学行ける人たちっていうのも増えてはいったんで、弁護士になったりとかね、会計事務所入ったりとか、そういうことをやって、お金が持てるようになった人たちっていうのがいます、でもう一つ大きな問題はブラックエンパワーメントっていうのは、エコノミックエンパワーメントっていうのがあるんですね、 BEE っていうのがあるんですけど、これは政府がアパルトヘイトの頃に、黒人はすっごい冷遇されてきたと、だから、白人の人たちが持ってる経済的な権利を黒人に移そうじゃないかっていう政策をやったんですね、その時に、政府の、入札をさせてあげようとか、企業は何人ぐらい黒人雇わなきゃいけませんよとかっていうのをやったんですけど、そういうので雇われるのって政府寄りの人なんですよね。与党に近い人と骨がある人を雇っていくと、彼らは仕事にありつけるんだけど、何人もこれのない人たちはなんか自分と同じようなやつなのに、向こうは雇われて自分は失業してるみたいな、そういうのが一つの理由となって、だんだん格差っていうのが黒人の間でも広がっていっちゃってるっていうのが現状。なるほどですね、これ面白いな。確かにアパルトヘイト以降は、いわゆる黒人の方も政界とかに参入できるようになったと、でそういう優遇制度っていうところも利用できるようになったんだけれども、黒人の中でもある程度リテラシーを持ってる人たちが利用できるような制度になっちゃってるっていうところで、あとコネがある人ですね。難しい。そういうのを見ると解放とかって綺麗な言葉言ってるけど、結局お前ら金儲けしたいだけと違うかというようなことをやっぱり不満としては持っていくわけですよね。なるほどですね。そういった不満って集団になってクーデターとか他にもあったりするんですか？クーデターはないですけど、例えばあんまりしっかり政府が働いてないとかちゃんと仕事しろみたいなことはやっぱりデモとしては結構思いっきりやりますね。そうなんですね、それは具体的にケープタウンとかでもあったりするんですか？ヨハネスの方、ヨハネスのさっきのソウェトとかでは結構しょっちゅう起こってるし、都市部だけじゃなくて農村とかの、さっき言ったそのすごく詰め込まれちゃってる農村部とかにでも起こっているし、すごく大きいものから小さいものまで、2010年代以降特に頻繁に起こってますね。へー、そうなんですね。デモを、みんなでやってこう、スプリヒコール上げてみたりとか、そういうことはすごくよく起こってますね。そうなんですね、でもそれでなんか変わったりするんですかね？変わるのかな、どうなのかな、政治家はね解消しますみたいなことはやっぱり言いますけど、どんだけ変わっていくかっていうと正直よくわからないし、これからコロナの対応とかでいろんなことやると思いますけど、そこで良くなるのかならないのかはちょっと不透明な感じっていうのがやっぱり残ってますね。なるほどですね、なんか他にそういう不満の動きに対してなんかそういうのってあるんですか、南アフリカとかに。
そういう人たちの声を糾合しようみたいな動きっていうのが出てくるし、彼らを利用しようっていう人たちっていうのも出てくるわけですよね。まあその中で一番今最近ホットなのが、エコノミックフリーダムファイターズっていう、EFF っていうんですけど、政党として登場しましたね。政党なんですね、これはもともとジュリアス・マレマっていう、ANC 今の与党ですね、与党 の、青年部 の、部長だったっていう人なんですけど、彼が、当時の大統領と仲違いして抜けて作ったっていう政党なんですけど、彼らは鉱山国有化して 黒人に分配しろとか、そのたくさん白人が持ってる土地を分配して、その黒人に分配しろって無我部かよみたいなことを言うんですよ。でもまあそういうのに対して結構支持は集まっていて、今野党第2党国会で言えば ANC、 それからデモクラティックアライアンスってもう一つの野党と、その次で EFF っていうのが第2党に浮上している3番目に大きい政党になってます。すごいな。でいくつかの町では市長とか、あとは市の中でもかなり大きい位置を占めたとかっていうところもあったりするので、これからどうなるかなっていう感じはしますね。なるほど。いわゆる貧困の人たちから支持を集めているようなイメージなんですか、が多いというふうには言われていますね。やっぱりその彼らは自分たちをちゃんと代弁してくれてるっていうふうに思うし、彼らが主張している鉱山の国有化とか土地の再分配っていうのは、自分たちの利益にもなるし、ある意味打開策みたいな感じになってると思うので、それを聞いて支持してるっていうのが実際ですかね。なるほどですね。そうなんだ。ちなみに南アフリカって裕福な人と貧困って呼ばれてる人たちのパーセントって何かあるんですか？パーセントっていうのは難しいけど、何割ぐらいが貧困に、半分前後ぐらいはかなり貧困っていうふうに言われていて、それ以上っていうふうになるんですけど、ただ超大金持ちっていうのはもういるんですよ、その人たちっていうのはもう本当にもうごく何パーセントっていう一握り、有名な人でいうとオッペンハイマー一族とかね出た有名な感じですけど、オッペンハイマー一族っていうのはアングロアメリカの社長だった人ですよね、の一族っていうのがいるし、それからアントン・ルパートって亡くなりましたけど、その人の親族っていうのも、この人はアパルトヘイトの時代に政府とつるんで蓄財した人っていうのがいて、そういうその白人のオールドな金持ちっていうのがいる一方で、今の大統領のシリル・ラマポサっていう人も大富豪で有名、あ、そうなんですね。それは彼はずっと交渉でものすごい活躍したんですけど、一旦政界を引退するんですね、その時に何をしたかっていうとビジネス界に転身するんですよ、そこで出てきたのがさっきの BEE っていうやつで、自分の会社にいろんなそのオッペンハイマーさんとかが持ってる株のを引き受けて、その株で儲けた人、要は彼は黒人だから、彼にその株を移してあげると、その新しい政策に企業は従ってることになるわけですよ、そういう感じで経営権とか株とかを集めて、本当に一瞬で金持ちになっちゃったっていう人。めちゃくちゃ面白い。そんな制度あるんですね。そういうこともやってたんで、彼はだからすごくタフな政治家で、いろんなことを考えて言うことも正しいんだけれども、どうしても過去にそういうことがあって、経営でもいろいろと問題を起こしたこともあったりしたので、そこがすごく今ネックになってますよね。なるほど。ちなみにさっき言った BEE ですね、ブラックエコノミックエンパワーメント。そういうことか。それがあるんですね。そう野党だけじゃなくて所有権ですよね、経営権。マジか、そんなことありえるんだ。そう、移しましょうねっていう話でやってて、有名なのが、その一番有名なのがラマポーサとだし、それから初代のハウテンっていう、プレトリアとかヨハネスバーグがある州の市長だった東京セクスワレっていう人なんですけど、彼とかね、ウォルタシスルの息子とかね、なんかそういう人たちって、何人か出てくるんですけど、有名な人がどん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 蓄財していたっていうところもありますね。いやー、それは本当に一部だけになっちゃいますね。それはそういう人たちが信じらんないような、もうビリオネアになっちゃう。いやー、そうでしょうね。そうだってね、次期大統領とか言われてる人が株欲しいって言ったら、なんかやっぱりあげちゃう。いや、それはありますね。でそれで、捜査って言ったんですけど、よくしてもらうっていうことも含めてあるんでしょうね。そうなんですよ。そういうのもあって格差が広がっていくし、あとは辞めた役人がちょっと新しい会社を起こすと、そこに優先的に発注がいくとかね。なるほど。そんなこともあって、そこがすごく格差としては広がっていっちゃうポイントですよね。だからお金持ちがお金をもっと稼げるような環境になってしまうと、そういうことになってるってことですね。そうなんですよ。なるほど。
すごくこう暗いですよね。はい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 、いやこれは闇ですね。闇ですよ。それを見て私は前回の動画の話ですけど、はい、株買うのやめましたね。あ、なんか加担してる気がしてね、嫌になっちゃったっていうので、まあ、いわゆるいい視点もあると、うん、もちろんしっかりとやってるところもあるけど、うん、一方でそこの格差を助長させてる可能性もあるというところなんですよね。まあ良くもあり悪くもない、わからないなっていうのが見ている正直な感想ですよね。すっごく良さそうに見える部分があるじゃないですか、うんうんうん、一方でものすごく深い闇があるっていうので、うんうん、どう転ぶかはちょっとねしっかりウォッチしていかないとわかんないなっていうのが正直なところですね、うん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 、今課題となる部分って具体的には貧困とか、うん、貧困格差とか、うん、そういったところになるんですかね。そこが一番やっぱり大きいし、そこを解決しないといけないですよね、うんうん、だからまず食わなきゃいけないっていうのがあるから、まあ貧困のなんとかしなきゃいけないっていうのが1点と、うん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 、まあ根本にある失業をどうにかしなきゃいけないって、はい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 、この2点がとにかく南アの将来を考える上ではチェックしなきゃいけないポイントだと思いますね、うんうんうん、まあ、ただ一方で福利厚生っていうところは意外にも充実してるんですよね、うん、そうなんですよ。そこって具体的にどういったものがあるんでしたっけ。うん、先ほども言ったかもしれないですけど、うん、一番受給者が多いのは老齢年金とそれから子ども手当。18歳までは、まあ、いくらでしたかね、まあ、いくらかもらえるんですよね。子供がいる人は、まあ、それで失業していても、まあ、多少は足しにはなるし、まあ、それがために、まあ、お年寄り自分の親とかと住んで年金と児童手当で食べていくっていう人が、まあ、非常に多いし、まあ、他にも障害者であれば障害年金がもらえたりとか、あとは親戚の身寄りのない子供を引き取ってますとか孤児を受け入れますっていうふうに言うと養育手当がもらえたりとか、そういう制度はあるんですね、はい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 、そういう意味ではなんかすごく手厚いですけど、唯一の欠点があります。はい、欠点は働いてる世代の支援がないんですよ。ほう、失業手当が薄いんですよ。なるほど。失業手当って日本でもそうですけどね、働いてた人が失業保険入って失業した時にもらえるじゃないですか、うん、そうですね。でも3割失業してるわけですよ、はい、働いたことない人がいっぱいいるから、はい、働いたことない人は失業手当もらえない。あ、そういうことですね。っていうのもあって、はい、あの働いてる人への福祉っていうのを厚くしなきゃいけないねっていうのが、まあ、研究者の間では非常に強いホットな議論になってるところですね。そうなんですね、まあ、確かに福利厚生は充実しているものの、うん、働いてる人たちの面で言ったらまだ課題がある、ね、まだ課題がありますね、まあ、とにかく失業している現役世代をどうするかっていうのが貧困を考える上では非常に重要だし、まあ、結構だから真面目にベーシックインカムの話とかっていうのは、はい、南アフリカとか、まあ、ナミビアとかでもそうでしたけど結構真剣にされてますね、はい、あ、そうなんですね。一律にいくらかお金を配ることによって格差が縮まるんじゃないかっていうのは、なんだろう、日本だとちょっと冗談めいて話される部分っていうのもあると思うんですけど、結構南アフリカだと真剣に話されてたりとかしますね、うんうん、だからそこら辺の制度がどうなるかなっていうのはチェックしておいていいと思います。他にもたくさんまだ課題はあると思いますね、うんうん、いつか取り組まなきゃいけない問題としてはやっぱり土地、白人がいっぱい持ってる土地をどうやって黒人に分配するかっていうのは多分向こう10年20年ぐらいですごくホットな話題になってくると思うから、なるほど、そこをどうしようとか、はい、あともう今とにかくみんな不満持ってるわけですよね、はい、その不満ちゃんと吸収できるのかなとか、うっかり間違うと、はい、今持ってるいいインフラとかも全部ダメになっちゃう可能性もあるわけですから、はいはいはい、そういう意味ではすごくよく見えるけれども、うんうんうん、脆弱な部分っていうのが南アフリカにはあるんじゃないかなと思いますし、まあ、だからこそチェックしていかないといけないし、うんうん、しっかりとディープに情報を取っていかなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに思いますね、うんうんうん、ありがとうございます。今日はあの南アフリカの経済に関していい部分と悪い部分ちょっとお話しいただきました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。